手前側がト・アヒョウ、150センチですが世界チャンピオン。今のコースを第1ゲーム第2ゲームともよく打たれまして、はい、だんだん打ってくるコースが分かってきましたので、それに待つようになりましたね。まあ、先ほどあのワルドナーに比べますと山下選手のサービスの場合は非常にこうゆっくりと自分のペースをこう守ってますね。そうですね、左右に振ります。これをギリギリ入りました。 YD がト・アヒョウです。これもト・アヒョウのミス。FI が山下文雄です。右側が山下文雄のポイントです。もう徹底したフォア攻めと、時折あのミドルに攻めてくるんですね、はい、これはちょっと狙いすぎた、ネットに引っかかりました。9-11、山下が2ポイントリードしています。150センチのト・アヒョウ、そして手前も小柄な山下。これは見事です。3球攻撃素晴らしいですね。そうですね、強打はほとんどもう山下のフォアに来ます。はい、これは山下のラッキーポイント 10-12、 2ポイント山下がリードしています。フォアハンドサービスのト・アヒョウ、これも抜きました。 11-12、 ワンポイント差。山下があの使っているラバーはあのつばがラバーといいまして、非常に変化の出るラバーなんですね、はい、だいたいゲーム今、第1ゲーム第2ゲームやってまして約20分ぐらい立ってると思うんですけども、はい、そうしますと集中力も非常に持つ選手と持たない選手がいるんですけども、しっかり集中してませんとこの変化に対して打てないんですね、そういうことでだん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 あの時間が経ってきますとあの相手の集中力が落ちた時にミスがよく出るようになりますので、はい、山下選手にもあの非常にチャンスが出てくる時があるんです。こちら18歳の世界チャンピオンの中国のト・アヒョウ、24歳の山下。これはト・アヒョウのポイントです。13オール。フォアに来るかなと思いますと、あのように真ん中に打たれますと非常に待ちが狂ってくるんですね、はい、読みが狂ってくるんです、そういった痛いところをよくついてきますね。スイングが早いですからね、はい。これはト・アヒョウのミス。そういったコース取りとかタイミングの変化とかいったものはやはりさすが世界チャンピオンです。バック2球続けたんですがこれはアウト。15-13で2ポイントこの山下文雄がリードしています。このサービスの時にゆっくりゆっくりとこう、まあ、いろんなことをこれ考えるんでしょうね。そうですね、相手の目を見て何を考えているかということを考えつつサービスを出してますね、ストレートでいくかクロスでいくか、まあ、相手の目を見ながら。そうですね、その間に相手が動く時があるんですよね、その時の逆を突くとか、はい、そういったテクニックを使います。今ストレートに目線をやったんですが結局このクロスのサービスを放ちましたがこれは山下のミス。14-16、 2ポイント山下、日本の山下がリードしています。女子の準決勝の第1試合、第1ゲームは21-12、第2ゲームが21-13でともに世界チャンピオンのト・アヒョウが取っております。これが第3ゲーム終盤に入ります。この辺の2ポイント差というのはもうほとんど差がないと同じでしょうね、はい、これは珍しくトがミスをしまして14-17、3ポイント差。
まあ、この時会場はもう全員やっぱり山下の方に拍手が大きいですから、トワヒョウにとってもちょっとやりにくいという面もあるんでしょうね。トワヒョウ選手も十分間合いを取ってますね、サーブを出す時に。これはスマッシュ決まりました。15-17、 2ポイント差。トワヒョウが追いかけます。昨年のフランスオープンの準々決勝でも、トワヒョウ選手と山下選手は戦ってるんです、はい、その時はやはりビデオで見たんですけども、一方的に打たれて負けたんですけども、今回は善戦してますね。やはり世界チャンピオンに挑戦できるって試合はそうは ね、ありませんしね。世界ランク最新のランクでは30位に入っております山下文雄。16-18、 2ポイント差。これは見事です。ボールの緩急を非常にうまくつけてますね、強打する前に山なりのゆっくりしたボールを送っておいて、はい、急に速いボールを出します。そうすると山下も反応が狂うんですね、ヨーロッパの選手相手に昨日はこの山下文雄大変前線してるんですが、やっぱりそのトワヒョウの速い攻撃、これやっぱりだいぶ違うんでしょうね。そうですね、さあトワヒョウ左右に揺さぶります。これはネットに引っ掛けた。17-19、 山下文雄2ポイントのリード。ここでもゆっくりと時間をかけます。山下文雄のサービス、これはスマッシュ決まりました。19-18、打点が高いんですよね、上がったところをすぐさま打ちますので、はい、それに反応するってのは大変でしょうね。素晴らしい運動神経を持っております中国のトアヒョウ。これで第2ゲームゲームポイントを握りました日本の山下文雄。第1第2とトアヒョウに奪われましたが、この第3ゲームは日本の山下文雄がゲームポイントを握りました。20-18、結局最後ネットにボールを引っ掛けてしまいまして、第3ゲームはご覧のように21-18で日本の山下文雄が取りました。まあ、ひときわ館内大きな拍手が起こりましたですね。よく健闘してます本当に、非常に間合いの取り方とか、はい、非常に良かったので、トワヒョウ選手もその間合いにの付き合ってしまうような状態になりましたね。自分のペースを失って、第3ゲームを取られたという形になりましたね、はい、これでトワヒョウがゲームカウント2-1ということになったわけですが、それでは第4ゲームご覧いただきましょう。第1ゲームが21-12、第2ゲーム21-13、ともにトワヒョウ、第3ゲームが21-18で山下、そしてこちら第4ゲームに入ったところです。向こう側が山下、手前とアヒョウ。山下文雄はバックハンドサービスが多いですね、非常に短いサーブと今のようにバックに長いサーブを効果的に使ってますね、はい、2人とも前陣での打ち合い、非常にテンポの速い試合になっています。トワヒョウ選手がバックに回り込みましたら短くブロック、前に出てきましたら、プッシュ、はい、というようにこう前後攻めですね、それを主体としてゲームを進めています。ワンスリー、山下文雄のサービスです。女子の準決勝の第1試合、ゲームカウントトワヒョウの2-1、これが第4ゲームに入っています。準決勝から5ゲームズマッチになります。
明日行われます決勝戦も5ゲームズマッチです。3ゲーム取った方が勝ち。これが第4ゲームに入ります。フォア表のサービスもその打点といいますが、あれやはり見にくいところで打ちますね。ワルドナと同じように同じモーションからですね、5種類ぐらいのサービスを持ってますね、そして非常に速いですね。そうですね、スピードのあるサーブを持ってます、あれで前進回転あるいは、横の回転、ね、横回転、それからバックスピンですね、はい、そういったものをこう、まあ、打ち分けてくるわけですね。これはストレートに必ず強打はフォア、あるいはミドルに来ますので、それを待ってブロック一本でも入ると展開もガラッと変わるんですけども、ちょっとガラキになっちゃいますね、はい、全く触らないで、得点されてしまいますので安心して打たれるんですね、安心して打たれるというのもあれですけどね、はい、なんとかこう反応しないといけないんですね。もっと山をかけた方がいいと思いますね。あ、なるほどね、はい、そういう得点パターンが何回かありましたからね。とはいえども、0コンマ3秒、はい、切ってますからね、なかなか反応するのも難しいと思いますけども、はい、得点が 4-6 とは表が2ポイントのリード。小さいサービスですが、これはレッドサービスのやり直し。これはネットにつけた小さなカメラからの映像です。これで4-7。18歳の世界チャンピオンのトアヒョウ。これはトアヒョウのミス。ゲームの流れを変えようとしまして、バックハンドサーブ主体のところから今フォアハンドサーブを使いましたね、そのようにゲームを切り替えていくということも非常に卓球の場合大切です。はい、まあ、一番自分の得意とするサービスをどこで出すかということもありますね。はい、ここは引き離されると大変だと。そうですね、ここで追いついておきたいということで、はい、バックハンドサービスであまり点が取れなくなってきたところでしたので、はい、思い切ってフォアハンドサービスに切り替えた場面ですね。ポイント 6-8、 2ポイント差。日本の山下、世界チャンピオンのトアヒョウと対戦しています。これはネットに引っかかっています。レッド、もう一回やり直しです。ここは勝負どころですね、まあ、前半ですけれども引き離されるとトアヒョウのペースになりますからね。しかし容赦なくこうトアヒョウが打ち込んできますね、フォアハンドのスマッシュの決定率は本当に高いですね、結局今は山下はフォアサイドに来ると思って動いたんですけども、その動くのが見えてるんですね、はい、で打ちかけたところにバックに逆モーション的に打つんです。そういったテクニックもありますから、はい、なかなかフォアに山張るっていうのも非常に難しいです、ね、打つまで相手の姿見てますからね、このぐらいのトップの選手になりますと得点が 10-7。 これはスマッシュ決まりました。 11-7、 4ポイント差。YD がトアヒョウ。これも山下少し間合いを取りました、しかしミス。 12-7、 5ポイント差。ここはやっぱりなんとかついていかなければいけませんね。トアヒョウのサービスです。ちょっとポイントが違っていますか。そうですね、主審から今正式なポイントが発表されまして 11-8 で試合再開です。トアヒョウの、いいところは非常にもう一打一打動いてるんですね、足が、はいはい、もうほとんどこう見てますと止まることがないんですよね、そういうことで
自分が1回打ちますと次のボールに対して返ってくるまでにまたステップをしてるんですね、そういったことで非常にフットワークがいい選手ですね、こう何か全身バレーというような、必ず自分のストライクゾーンで打つというにはそういった足のステップが大事なんですね、そうですね、テレビをご覧の皆さんもこの戸田選手の足元をちょっとね、注目しながらご覧いただければと思いますが、得点が 9-12、 よく反応したんですがこれはアウト。 9-13、 日本の山下のサービスが続きます。先ほどからこのフォアハンドの投げ上げサービスに変わりました。向こう側の山下、しかし得点は 9-14。 これはフォア表のミス。 10-14。 これが第4ゲームです。ゲームカウント2-1、フォア表が第1、第2、そして山下が第3ゲームを取りまして、これが第4ゲームに入っています。ドライブの攻撃、フォア表抑えきませんでした山下。必ず相手を見てますね、サーブを出す前に相手の表情、相手の位置を必ず確認して、フォア表はサーブを出しています、さあ少し苦しくなってまいりました山下。これはフォア表のミス。17-11、6ポイント差。ここは点を縮めなければいけないんですが、山下のミス。18-11、7ポイント差。これは速いスイングだったんですがネットに引っかかりました。ポイント山下。サービスが変わります。このサービスで追いつきたいですね。そうですね、またバックハンドサービスに変えましたね。しかしミス。 12-19、 7ポイント差。ゲームカウント2-1です。これが第4ゲーム。これはネットインですね。ネットインですね。 12-20、 マッチポイントを握りました。こちらがトア表。山下のサービス。これで 13-20。 マッチポイント依然として握っています中国のトア表。これは早い攻め山下。しかしこの最後はフォア表を取りました。早い攻め山下を見せたんですが、結局ゲームカウント3-1でフォア表が山下を下しました。山下も第3ゲーム取りまして非常に頑張ったんですがね。そうですね、もう大健闘じゃないですかね、大学の男子の選手を相手にしまして練習してきましたので、非常に力も今ついてきてますね、はい。世界チャンピオン相手に3-1、惜しくも山下敗れてしまいました。さあそれでは決勝進出を決めた戸和表選手のインタビューです。どうぞ。山下選手の試合ぶりはどうだったでしょうか。山下選手今天打得挺好的。山下さんは今日は本当にうまく、やりましたって。比以前有进步。前よりは本当、進歩しましたと思います。